このフェアレディ Z はグランツーリスモとも密接な協力関係にあるチューニングファクトリーオペラ・パフォーマンスがプロデュースした新しいコンセプトのチューニングカーである目指したのはストリートで快適に乗れる大人ののための車だ。サーキットでタイムを削るようなマシンではなく静かでしっかりした乗り味を大切にしている。 そのため内装や快適装備も残されローールバななどは装着されていない。しかしパネルの板厚を増やしたりガゼットを装着するなどボディには補強が施されている。これはボディの合成だけでなく減衰を上げる効果があり車内の静粛性も高まっている。エンジンジは、 主に純正パーツを使用しながらもバランス取りなどを施して高い精度で組み直されている扱いやすさはそのままによりスムーズなフィーリングを実現しポテンシャルをさらに引き出してやるためであるマフラーには軽量なチタン製のものを装着しているサスペンションは独自のセッティングを施した 減衰力調整式のものもだボディ剛性アップとの相乗効果で上質なフィーリングを残しながらもよりソリッドなハンドリングを実現している減衰力を下げれば街乗りでも快適に走ることができて減衰力を上げればサーキット走行にも対応できる設定になっているエアロパーツは グランツーリスモを製作するポリフォニーデジタルがデザインしたものだ材質にはウレタンをチョイスしクオリティにもこだわっている快適性や静粛性を犠牲にして速さを求めるのではなくボディーワークまで含めて快適性静粛性そして上質な乗り味を求めたユニークなコンセプトのチューニングカーだ